韓国の反応まとめ、レッドベルベット、アイリンのトラウマ、ダンス中、お尻は、ガールズグループ、レッドベルベットのリーダー、アイリン、過去、お尻の部分の衣装事故があり、トラウマになったと、ネットで話題になりました。レッドベルベット、アイリン、お尻のトラウマ、韓国の反応まとめ、韓国人1、どんだけ気になってたら、韓国人に、テニススカートの中で、スカートズボンがたくさんあるのに、なんであえてこんなズボンを着せるのか。韓国人3、ダンスは懸命にしないといけないし、短い衣装は気になるし、それでも頑張って踊る姿すごい。韓国人4、ついは自信を持ってやっちゃうね。韓国人5、家庭教育がちゃんとなってるみたいだ。韓国人6、かなり気が弱い性格らしいんだけど。韓国人7、アイリンはトリプル A 型。韓国人8、こんな振り付けがあるなら、スカートを切るのやめればいいのに。韓国人9、本当このお尻ジフを作ってばらまく人は罰を受けてほしい。それとスタイリストさんは鉄壁スカートお願い。韓国人10、まさかこのジフ見たのかな。アイリンの性格からするとかなり傷つきそうだが。韓国人11、このジフが広まる前でも短いスカート切ると隠す習慣はあったと思うが。韓国人12、こんなジフ作ってばらまく変態のせいで何の苦労。韓国人13、長いのを着せたら見ながら楽そうだが。韓国人14、見たくもない。韓国人15、ハイキックで殴られたい。韓国人16、本当に気が弱いのにどうして芸能人やってるのか気になる。韓国人17、自分が可愛いのは分かってる。韓国人18、守るか守らないか気にしない。